さあ始まりました寿司企画天ぷらです。藤山です。袴です。カブトです。しのびです。ということで今回は寿司企画ね、全く聞かされてません、はい、何をやるかは皆さんには伝えてないんですよね、はい、何かありますね。非常に不安です。すごい不安です。不安中何かありますよね。トング5個とまあまあこういうコンビニでよくね入れてくれる普通のビニール袋、はい、でこういう手袋だね、ポリエチレン手袋というのがあるぐらい、はい、何にも想像できないんですが、今日やる企画は誰のパンツか当てろー。いや何どの企画の内容を教えてんだ今まで。何日も聞いて全然教えてくんねえんだよ。ということで皆さん、一人ずつ今がトイレ入って一人ずつ自分のパンツを分かんないように袋に入れてきてください。だからの景気なのね。用意されて、そう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 。もう普段みんなが履いているそのパンツでやりたい。何内緒にしてんすか。トングとかこう持ちながら、まあこういうビニール手袋で触ったりもしながら、まあ吟味してこのパンツは彼とか最後。表にして誰が一番5分の、はい、5分の5を目指せ。あ、しのびさんも私も5分の1は絶対当てれるわけじゃん、はいはい、自分のは、はい、うん、5分の5が出るのか。一番もう最下位の人は、はい、その中で一番汚そうなやつの股間の部分のか匂い嗅ぐっていうのがあるいや、汚い認定されるのも嫌だよ。いや、本当っすね。本当っすね。そうやって嫌だよ。嗅ぎたくねえよじゃなくて、嗅ぎたくないのももちろんだけど自分のパンツが汚い認定されるのが嫌だよ。いや、そっちも嫌だよ。そっち嫌だ、まあ両方だけど、それがだから汚い認定されたのが、はい、自分のの可能性もあるんでしょ。もし最下位になって、そうか、そういう、まあ、その、あなたが最下位で、はい、じゃあどのように書かせるかね、で、まあ、ね、これ、まあ、それは多数決で、はい、その最下位になった人以外の4人で、はいはい、あ、まあ結果出んのか、はい、あ、まだ結果出るから、ね、そうですね、だから、まあ、まあ、自分のは書いてもしょうがないから、初めてのゲームすぎてレギュレーションが分かんないこれにまずパンツ入れるじゃん、はい、で、収納して、はい、要は着替えてきましたで置くときに結局誰かが見て集めることになるから、はい、それを防ぎたいからい、カバンの中に入れる。そう、はい、オッケーオッケー。じゃあ、あの三脚袋もじゃあトイレに置いといて、ね、それぞれ脱いでこの袋に入れて三脚袋に入れて、でも次行った人はそれ絶対見ちゃダメだからね。それ面白くないから見ないよ。あと袋の結び方とか大丈夫ですか。それは統一しとこう。そうですよね、はい、結ばない、結ばない、結ばないで袋に入れて、そうだね、畳むぐらいでしょ。入れて、畳むぐらい、うん、これがパンツだとしますね、はい、入れます入れて、はい、でこれ、この状況、いや、これだと出ちゃうかもしれないから、まあ1来る、こう1来るあれば、はい、まあ、こっちから出ないかなっていう、ね、あ、なるほどね、はい、OK、はい、ね、女性のでやったらめっちゃ興奮する。そうか、これ女性だったら女性でエロいね。エロいですね。あー、ちょうど2平ちゃん入れてやろうか。できるか。ここに入れると、はい、どんどん入れておきましょう。はい、はい、トイレこちら行ってらっしゃい。行ってきます。なんだろうこれ。あんまり人のパンツのイメージないでしょ。ない、いや、ちょっとないよね。ないけど、まあ、藤山の若干あるかな、俺は。ちょっと、のは俺分かる。この二十何年で何度か見てきた。そうそうそう、だから、まあ、あと、でも他のやつのってあんまイメージないじゃん。ないけど、サイズ感で分かると思うんだよね、カブトさんとか。あ、確かにカブト、お二人のは多分ツアーで着替えとか見てる。なるほどね。でもまあまあまあ、でも俺連戦はあるから、今自分が何のパンツ履いてるか分かってないの、うん、いや、でも、あ、今自分がですか。袴天ぷらあたりのサイズ感はマジで一緒だろうから。あ、そうだね、見ないようにして。はい、見ないようにして。早いですよ、いいですよ。はい、では、こちら入れさせていただきます。はい、ポイント OK。 はい、今ノーパンなわけですね。ノーパンでございます。あ、セットアップこれ。あ、はい。どこいじってるんですか。セットアップってこと。いや、セットアップです、あ、ちょっとちょっと薄いんですから。ちょっと あんまりないよ、寿司ボーイズのボーイズラブって。寿司ボーイズの BL 需要ねえな。今ね、流行ってるみたいですよね。はい、もう確かに。あ、はいはい、見ませんよ。はい、カメラ向けてますが、私も見ておりません。はい、さあ、
あ、今入れてるんで大丈夫ですね、これなら。OK? まだ入れました。はい、じゃあ行ってまいりますね。お願いします。すごい、ノーパン嫌だね。なんかスースーしますね。ノーパンですね。うん、今ノーパンです。はい、天ぷらがいきます。はい、あ、天ぷらが入ってきました。はい、みんな見ません。カメラだけ向けときます。やっぱ面白いですね。なんかね、やっぱ当てたいね。5分の5を目指したいよ。誰もやってないゲームでしょ。はい。また夜の人笑いにパクられるのかな。いちえちゃんとやるんかい。こうくんがいちえちゃんとやるんかい。仲間みたいのいて。いるの？なんかいるじゃん。人笑いとは違うやつ。サブちゃんみたいなやつあるよね。サブちゃんみたいな。夜の、なん忘れたけど。さあ、早っ。あ、ちょっと、あの、すみません。履いてきてください、ズボンは。あ、すみません。見てないんですよ、袴さん。ズボンは履いてきて、入れるのなんで。どこでボケてるんですか、袴さん。もったいない。袴さんの袴さんが今、袴さんしちゃったんで、あの。いいボケだったよ。袴さんはね、こういう時繰り出すよ。反省したんじゃない、あの、空き家シリーズの時にさ。下メロ、はじめロディとさ。あの立つのやり取りにさ、袴とカブト何やってんだって言われて反省したんだと思うよ。まあでもタイプが違うからね。そうですね、ちょっとびっくりしましたよね。いいです、それは人目はね、人の。それでは、いってらっしゃいませ。で参ります。はい、よし、これは結構多かった。長いですね。食べてんじゃない、おんこ。あ、ついてるパターンです。補足の時間か。あ、ちょっと、あ、ちょっと、ちょっと、これは見てあげてください。スイカ食べた？いや、ほくろだわ。あ、ほくろか。スイカの種、寝転んだのか。スイカの種のあるところに寝転んだの。完全にリバウンドしてるね。あ、ごめんなさい。あ、はい、じゃあちょっと言いますんで。はい。じゃあちょっとこれ、わーっと。これはもうね、シャッフリングして、はい、もうわかんないよーって、わ、はい、かんないよーってしましたんで、はい、これはもうカーポンですか。はい、もらいます。ちょっと、ま、一枚ずついいですか。ビローン、あ、なんかさ、はい、ビローン、おー、おー、ましたおー、ビローン、おー、おー、おー、ビローン、あー、難しい。ちょっと待って、めちゃくちゃむずい。ちょっと待って、これなんかこの辺やばいね。はい、これだけちょっと、はい、趣旨が違うね。趣旨が違うもの、ちょっと広げてみる。そうですね。でかいね。でかい、すごいでかい、すごいでかいね、これ。あ、これユニクロか。あ、ユニクロだね。エアリズムね。はい、ユニクロは何でしょう。これもエアリズム。ユニクロ、ユニクロだね。エアリズム、エアリズムで、はい、これはエアリズムかぶり。これは何だ。これもですよ、このデカパンツも。あ、ユニクロ、ユニクロだ。ユニクロがやっぱ人気だね。あ、これもユニクロですね。これもユニクロ。あ、これ古い。これ年季入ってるね。ちょっとだいぶ使いこな、使い込んでる。これ恥ずかしい。これはこれやだね、毛玉の。毛玉の親父がすごい。うわ、これ毛玉なの。毛玉だよ、これ。模様じゃなくて銀河でしょ。銀河、銀河、これ銀河って読む。星屑だから。これ L、 これでかいね。でかい、でかい。これでかすぎるな。大物だよね、これ。大物ですよ。タイだったらすごいいい、恥ずかしいと思う。いい値段ね。恥ずかしい、裏側を。ここが、まあ、いわゆる本当に当たってるところだね。おティンティンのところ、もろ、もろね、ここに。これ裏返し。これはあの表で、表の裏。あれ、お尻の部分。なんか毛があるよ、これは。何が、白髪だね。白髪だね。白髪、血毛白髪。血毛、門毛が白髪がある人だね。門毛の白髪だね。これ猫の毛ですか。猫、これ確かに。あ、猫の毛じゃないですかね。猫飼ってる人か。尻毛か猫毛かとって。はぁ、猫だと絞られるね。二人に絞られるな。すごい推理だね。確かに。これはね、この、そうだね、ゴムがなんか、ちょっと、スポーティーな。ゴム違うね、こっちと。ゴム感が少し違うやつですか。スポーティーですね。ここがもろそうですよ。なんかちょっと、なんかちょっと、あります？なんか、どうだろうな。なんか粒子が。粒子があるね。塩みたいな。なんだろうね、これ。何これ。怪しい。
で、こっちはこちらは唯一ユニクロではないであろう、うん、はい、なんだろうな、これおティンティンのところですね、はい、うん、あれもう、うん、何、うん、すみません、アップにはしませんが、うん、もう今いませんでした、はい、今いましたね、今もう下半身に入る毛のようなものがございました。ああ、ちょっとすみません、アップにはティンゲだね、ティンゲですね、これはティンゲだ、チリチリしてるティンゲだ、これ毛玉がひどいね、なんかこの辺なんかティッシュのティッシュと一緒に洗濯しちゃってない、どこがティン、こちらがティンですかね、ティンですか、あ、ここだね、これもう替え時じゃない、このパン、うわ、ちょっとなんかカピカピ感あるね、あるね、白く、うわ、だい無精してんのかな、これ今のところラインナップで一番汚いのこれだね、一番汚いきついっすね、これやだね、ちょっとカサカサ言ってるもん、ティッシュカスだねこれ、あ、これ確実にティッシュカスですね、ティッシュカスでしょ、ティッシュ、こっちはね、ほらここら辺とか、うん、あ、でこれ毛玉もこれ長年洗濯によってついた毛玉です、これはやだね、これもう30年ぐらい入ってるねそうですね、なんかまあ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 、うん、お腹ありました、こちら何でしょう、これ、あ、あ、ティンゲだ、ティンゲ、あれ、いや、ティンゲですか、これ白だよ、まだ、どうですか、これ白いですか、ちょっと白、白ダメか、黒の上に、じゃあこの上に、あ、こっち、一回ちょっと見せてください、白ティンゲなのか、これも猫、これ猫じゃない、これですか、これ猫毛じゃない、猫ってこのチリ毛なの、チリ毛かな、わかんない、それかまあ繊維か、これマジで女性だったら本当2人入るよね、入る入る、こっちに1人、こっちに1人、いけるよ、全然違うよこれ、いや嘘でしょこれスクール水着だよねこれはスクール水着、逆にね、完璧な、これは別に普通かな、あ、これ普通の、はい、オーソドックスサイズ、こちらもこの方もでかいけど、でも、うん、いや、これでかいこれはこれのでかさが普通に浮いてるよ、でこれがこれが、これボロいね、ボロいな、うん、3年前変えようこれこの方この方これは変え時ですね、変え時ですね、ちょっとこう引っ張ったらここ透けるんじゃない、あー、うん、ちぎれんじゃないですか、あ、透けてるわ、やっぱりね、これなんか思い出の品なのかな、こんなに、あ、いや、これはでも恥ずかしいな、この中のこれ嫌ですね、恥ずかしい、これはもうちょっとそこまでです、あー、さあもうここまで皆さん、はい、これをもう各々もう、じゃあこう順番に一応こう並べて、はいはい、あっちから1、2、3、4、5と、はい、1、2、もうちょっと寄せてやんないとあれが入んないから、あ、見えてる、すいません、ほらまだちょっとめちゃくちゃでかい、どうしますか、もう順番に、はい、あっちからいきますか、カブトさんから、はい、はい、見せない、まず自分が言って見せましょうか、はい、はい、全部言ってからね、はい、1番、はい、袴さん、ほう、うん、はい、汚いっていうって思ったんだ、じゃあ、物を大事にされるかなっていうような言いようだね、言いようですね、うん、で、はい、2番、2番、藤山さん、チンゲの主は藤山さんだと、ひどいね、チンゲ抜けやすいみたいなね、いや、まあ、そうですね、そうですね抜けやすいと認定した、抜けやすい人が、はい、で、で、3番、ごめん、仕上がってんな、またあ、すいません、ちょっとエアコン、ちゃう、あ、エアコンがそこにあるからブレちゃう、なんでそっち側に行くんだよ、お前すごいよ、お前は我だ、我だ、風上に立つなかった風上にこうさせていただきます、すいません、偉そうにしたわけじゃないですね、はい、臭いんですね、臭いんで、そして3が、うん、こちら、天ぷらさん、うん、で、4が私ってことこれ、カブト、4はカブトなんですね、カブトなんだね、で、猫の毛ね、はい、猫の毛がありました、5がは5? しのびさん、おい、ふざけんなよ全員お前って書いてるよ、たぶんそこから埋めたんで、僕全員、5番はお前だ、はい、あの、俺もじゃあ、見せてくださいはい、見せてください、はい、こちらです、これと同じ人いますか、はい、はい、全く、はい、え、はい、
はあの兜とあの1と4が逆ですね。袴さんが、はい、1番4番が見せてください。袴、はい、さん見せてください。袴さんが兜、はい、あれ1番兜、こっちが兜、はい、で4番が袴、はい、おやあれえ全員、はい、一緒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 、カブトさん一緒です、はい、私も見せ合いましょう、見せ合いましょう、はいはい、はい、袴藤山、はい、天ぷらカブト、まさかのみんなか一緒だったんだね、はい、藤山も、うん、袴藤山天ぷらカブト忍び、どでかいのはもう忍びさんだからで、チンゲもあったってことでやっぱ方形なんでね、藤山ですよね、やっぱり中で、はいはいはい、ちょっとこう食っちゃった皮が、はい、ね、巻き込んで、はいはいはい、抜けやすいからっていう、はい、一応推察もあるから、はい、お察しの通りですよね、藤山さんだし、まあこれ猫、これとこれが本当に、はい、うん、ネックだった、分からなかった、最初こっちが正直俺は兜だと思った俺も思った、はい、汚ねえから、はい、いや、汚ねえからってだけどここに猫の毛が、はい、はいはいはい、全く同じ色ですよね、はいはいはい、白の、あとサイズ感、あとちっちゃい、はいはいはい、そうですサイズ感、サイズ感により白いちっちゃいから、はいはい、猫じゃ袴かってなって なったなった一番袴したんですよ、はいはい、でもみんな一緒ですかそれ、はい、同じ感じ、全く同じ推理、ただ、ちょっと待ってください、はい、そうですよ、本人の、はい、カブトさんが4カブトって言ってだから、もうこれは俺だし、はい、これは藤山だ し、これは忍びだし、確定したんですよ、確定です、はい、なのにこれとこれが、はい、本人が本人同士がテレコになってるから、はい、どっちかが嘘ついてる、嘘ついてる、お前が嘘ついてたら全員間違えてることになるから、はい、それ、ね、そうっすね、はたまたこいつかですが嘘ついてる方が理にはかなわず、まあ、これは俺のパンツじゃねえって言ったら自分のパンツにしたくないっていう、パンツは俺のパンツにしたくない、ケツパンツっていう部分を定されたくない、負けてもいい、うん、俺のパンツじゃない、負けてもいい、俺のパンツにしたくない、顔と顔あれがディッシュなのかも気になるしな、そうですね、ディッシュ一緒に話しちゃったのか、ディッシュカスなのかも、どっちが嘘ついてるんですかこれ、浮気もしないし、うん、浮気もうだ女性も抱かないし、うん、パンツなんか見せないじゃないですかね、まあそう、女性は浮気するためにパンツをね、綺麗にしとけじゃないんですよ、はい、いや、見せる場面があればそれはパンツも綺麗にしますけど帰ろよ今日こっち入って帰らせろよ気持ち悪くねえの嫌でしょ、お前がこれ新しい方がいいよ俺だって抵抗ねえのかよこれ入ることにないよ、洗えばもう洗うよ俺こっち俺の袴が汚ねえパンツいいんだよパンツぐらいもう結婚しちゃったらそういうことがやっぱりの抜き打ちだから、いやーいやーもうやるぞってなったら多分入ってくるもんね、綺麗な新しいやつすげえはずいよマジやだよ、だって今もうねユニクロで800円ぐらいでそうそうそうよパンツはこんな安いよ、俺だってこれ履きたくなかったよこれはもうそれはだいぶ恥ずかしい、ゆったりみたいなシリーズがあった、ユニクロにゆったりみたいななんか大きく履くやつがあったから買ってみたの、ちょっと一回これ履いて、うん、パンイチで見せてもらってほしい姿いいですか、でもやっぱ体型にはマッチしてんだ、ジャスト違和感はないね、ないっすね、あそうだねって、はい、あのデカパンの感じちょっとこれ兜さんと忍さんあげればデカパン相談なんですけどこれ、はい、カブトさんの履いたらどうなるかって言うと、ちょっと待ってくださいちょっと待ってください、どうですか、こんな感じですちょっといやーちょっと広がっちゃったちょっとピチピチやん、うわさあということでこれ袴さんが罰ゲームなんで、はい、あのデカパンかでも自分のパンツになるんで、じゃこれ以外です、これ以外になるんで、うん、もうあの人以外やったらもう絶対あれになってたんですけど、そうですね、自分の回でも意味ないんで、デカパンですかね、デカパンですかね、やっぱりデカパンかぶるんですかね、かぶる、デカパンかぶりかぶるは当初と話が違いますっけ、違いますっけ、まあ、でもね、私口は臭いんですけど、ね、体臭ね、そんなでもない言うてなんですよ、仕上がってますよ、あ、そうですね、結局まあ今日はだからね、パンツはじゃああれとして
なんか筒がないかな、筒ここに。えこう穴開けてですか。こうしてだからこうして、ね、そこでいっぱい息をしてもらって、これこうしといて、でここに穴を開けて。ああいいっすね。じゃあもう手でいいですか。はい、行きましょう。うまいことね。いや、これパンツ入ってたやつじゃないですか。まあまあまあ。いつもと一緒なのね。もうこの際。高田さん、もう私、パンツ入ってた、誰の入ってたのか分かんないやつもやりました。もうそんなの、もうね。ちょっと待ってくださいよ。ある程度、不潔マスターとしてはね。そうなんですよ。余裕なんですよ。逆のガスマスクだな、これ。もうここがだってこうなるはずだから。うん、口は止めてくださいね。そう、こうなるはずだから。うん、はい。ビニールがね、こうなる。いきます。素晴らしいシステムを変えた、ね、漏れないとね。ありがとうございます。いいね、いいこと考えた、はい、もうこの袋取った方がすごい、すごい。直です。あ、全然やっぱ違うんだ。あ、知ってた。早い、早かったね。早いっす、スピードが。ダイレクトがないね。ダイレクトで直やっぱ今日仕上がってるでしょ。はい、すごいよね。すごいっす。いやさあ、ということで、はい、いつね、こういう企画があるか分かりませんから、すごかったです。皆さん、常に綺麗なパンツを、ね、はい、次はあなたの前に現れる。現れてどうすんの。また来週、さよなら。